皆様、大変お待たせいたしました。本日は、お忙しい中、ご視聴いただき、誠にありがとうございます。ただいまより、アサヒカグループアクセラレーターライフコラボ、リバースピッチを開催いたします。私は、司会進行を務めさせていただきます、ゼロアンブースターの小山と申します。皆様、どうぞよろしくお願いします。今回は、リバースピッチと題しまして、 アサヒカ事務局は事業概要や課題をプレゼンし、スタートアップ企業からソリューション提案を募るピッチをいたします。<laughs> 本アクセラレータープログラムの募集領域である、その他の領域について、アサヒカのご担当者から説明させていただきます。それでは、アサヒカ株式会社研究開発本部技術政作室 CAP コーディネーターの井出洋一郎よりリバースピッチをお願いします。井出さん。 よろしくお願いいたしますはいこんばんは朝日課生キャップコーディネーターの井出です、えー、本日はご視聴いただきましてありがとうございます朝日課生のアクセラレーターライフコラボのリバースピッチをさせていただきます、えー、まず背景からご説明したいと思いますなんで朝日課生がこのアクセラレータープログラムを開いているかというところをご説明いたします 朝カセはですね世界の人々の命と暮らしに貢献するというグループ理念のもと今回の中継では Care, People, Care for People、Care f Earth をスローガンとして事業を展開しています。でこの絵の中で一番大事なのはですねその中継あるいはグループ理念の一番基本となる強みと記載されているところです、多様性と変革力。 特にですね、この変革力という部分で我々はアクセラレータープログラムを推進しているということになります。で、この変革力がどんなふうにこれまで発揮されてきたかというところを示したのはこの図です。まあ、サカ久生は、えー、1920年代、50年代、70年代、そして2000年代とそれぞれですね、大きな変革を起こして、まあ、ポートフォリオを,を,を広げてきました。 20年代は、まあ、化学肥料再生繊維、回復から始まってですね、50年代に石油化学、70年代に住宅、そして電子材料、そして2000年代からグローバル化の加速ということで、まあ、大体ですね、20年から30年に1回、まあ、大きなポートフォリオの拡大を、まあ、行ってきたというところです。朝霞生の名前は、変わらぬ名前、 というのは、こうやって変わり続けることによって、まあ、得られてきたということで、この変革力こそが、まあ、浅加生の強みになっているというふうに考えています。で、この図からするとですね、ですから、次のタイミングは2020年から30年、まさに今ですね、また新しいポートフォリオの拡大が必要になっているというところです。で、どうやってここを拡大していくか。 えー、その,方あの考え方の一つとして、アサヒカ製、今ある朝日ヒカをですね、プラットフォームとして捉えて、えー、スタートアップの皆様に自由に使ってもらうことによって、まあ、スタートアップ様のビジョンとか、アイデアとかあ、技術とかですね、こういうものを すで、えー、にある浅霞線の上にどんどん置いてもらって新事業を作るというところ、という発想に至ったというところです。でこのま具体的方策として、えー、一つ挙げられたのが、まあ、コーポレートアクセラレータープログラムということになります。浅香生のアクセラレータープログラム、えー、ライフコラボ、えー、これは3月25日から工房開始しまして、えー えっと、皆様の、スタートアップの皆様のですね、募集をお待ちしているということになります。で、このアクセラレータープログラムは、募集領域として全部で4つ挙げてます。住まい、それから街、そしてライフスタイル。まあ、ここまでの3つはですね、アがコアプラットフォームとして持つ家というものをいかにして拡大していくか。 どんなふうにですね、家っていう概念を超えたところへ広がっていくかというところで領域設定した部分です。そして四つ目がその他。 この四つ目のその他が極めて重要だというふうに考えています。なんかその他っていうと、まあたかもおまけみたいなあ、そんなふうに聞こえるんですが、全くそういうことではなくてですね、まあ、そもそもアクセラレータープログラムって、旭化成の中では絶対に出てこないような、まあ、そういう事業アイデアを おどんどん支援していこうという考え方でいるんで、あらかじめ、え、領域設定できないような部分ですね。ここの、えっと、スタートアップの皆様の応募が非常に大事だというふうに理解しております。で、今日はですね、この、その他っていう部分に関して、え、リバースピッチを行う、行いたいと思っています。 ただ、この、その他のリバースピッチって大変矛盾に満ちていて、なんでかっていうと、自分でどうしていいかわからないっていうことを、どうご説明して、こういう領域ですよっていうのを説明しなきゃいけないわけで、非常に矛盾に満ちてます。で、ここをどうやって、まあ皆様に今日ご説明するかっていうのは、え、とにかくですね、 我々が今興味を持っているキーワードを次々にどんどんご説明することによって、スタートアップの皆様の,の心にですね、どこか引っかかるものがあったらご応募いただこうという、そんな趣旨でですね、ご説明したいと思っています。 まず一つ目がサステナビリティですね。カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー、この二つに代表されるようなサステナビリティは我々が非常に注目して非常に重要だと思っている分野です。 ここに示した図がですね、朝火星が考えるサステナビリティの概念を表した図なんですけど、さりげなく書いてありますが、実は非常に重要なことが記載されています。それは矢印の向きです。矢印が1回上に行って、 もう一回下に戻ってくると。これがすごく大事でして、例えばですね、従来型の、従来型の、なんていうか、たくさん、えっと、儲けた中の一部のお金を使って、社会にいいことをしますよっていう考え方じゃないよっていうのを、ここでは示してます。要はですね、大きな社会的課題を、 アサヒカ製なり、まあ、テクノロジーで解決して、それが大きな事業になるよ。やり印がもう一回下に戻ってくれよっていうところが、まあ重要です。つまりですね、単にいいことをするんじゃなくて、それが高い収益性につながっていくっていうところを表しています。これは、なんていうか、一時的な、一時的な、なんか一時時時でいいことをするよっていうことじゃなくて、永続的にビジネスとしてこう回り続けることでですね、企業も社会も持続的に まあ成長していいいけるととうう考えに元元づくものだということです、えー、こうしたサステナビリティについては、まあ、大きく分けて2つのキーワードがあって、まあ、1つはグリーンハウスガス、えー、つまり地球温暖化現象ですね、まあ、もう1つが、えー、プラスチック問題、まあ、この2つを、えー、浅香生としては、まあ、積極的に取り組んでいきたいというふうに考えていますそしてこの取り組みは決して浅化生だけでは解決できない 大きな問題なんで、ぜひですね、えー、他、他社と協業していってですね、積極的にまあ取り組んでいきたいというふうに思ってるというところです。例えば、プラスチック問題で、えー、リサイクル。 という、まあ、特定のキーワードに注目すると、これはですね、リサイクルっていうのは科学会社の得意分野ですから、まあ、科学会社でどんどん進めればいいな。なので、むしろですね、今回のアクセラレーターでこうぼお募集をするのは、そういう特定キーワードの特定の科学業界、 っていうよりはむしろですね、もっと広くこの社会問題を捉えて、トータルでどうやって解決して、それが事業に繋がっていくかみたいなのが重要だなって思ってます。例えば、どうやってデジタルと融合させて、サステナブルな社会を作っていくかみたいなところは、一つの例として、重要なキーワードになってくるかなというところですね。それから、二つ目のキーワードとしては、在宅医療、介護っていうところがあります。 えー、テクノロジーの進歩によってですね、これから医療の形がどんどん変わっていくっていうふうに、まあ、考えてるんですけど、そんな中、どうやってここ、ここで新しい事業を作っていくかっていうのは、本当にたくさんのアイデアが必要だな。で、特にガチ医療ですね。病気の人を治すとか、怪我してる人を治すとか、そのガチの医療はもちろん重要なんですけど、まあ、これからの,あの時代ではですね、そうじゃなくて病気になる前の段階、未病予防 段階あるいは病気が治った、怪我が治ったあと、リハビリとか、予後の経過観察とか、まあ、そういうところに注目したような事業がどんどん必要になってくるんじゃないかと、あるいはさらには、ですね肉体的な病気とか怪我とかじゃなくて、もっと精神的な、満ち足りた状態を目指すっていう意味で、ウェルビーグっていう概念もますます重要化してくると思ってます。 で、そしてですね、まあ、こういう、えっ、ー、と、課題をどんどん解決するためには、家の中での人の動きとかですね、あるいは、えー、体とか、そういうものをセンシングする技術は必要になるし、えー、さらに言うと、見守りサービスみたいな、そういうデータをどんなふうに使って、どういうふうにソリューションにして、どうやってビジネスにつなげていくかっていうのも、えー、きっと大事になってくるだろうな。 と思ってます、まあ、具体的な、まあ、症例でいうと、まあ、コスト少症とかサルコペニアンとかロコモとか変形性ひざとかですね、まあ、こういう部分について、えーまあ、あのトータルですね、まあ、解決していくような、未病予防、リハビリも含めて、トータルで解決していくような医療の形みたいなところがあるんじゃないかというふうに思ってます。それから3つ目のキーワードとして挙げられるのが DX ・デジタルトランスフォーメーションです。 アサヒカ製はこのデジタルトランスフォーメーションに今非常に力を入れておりまして、まあ、ここの分野で,ですね、まあ、あの何かを事業にこうつなげていきたいというふうに考えています。AI、ブロックチェーン、IoT、5G、6G、XR、半、ま、ば、あ、ですね、バズワード化したこういう単語たちですね、こういうキーワードが一斉に押し寄せる中、この一個一個のテクノロジーをどんどん深掘りするというよりはですね、というよりは、そういうテクノロジーからどういう そういう事業ができてくるかみたいなところに非常に興味がある。で、そういうスタートアップを応援したいなというふうに思っております。あるいは 3D プリンターとかセンシング。 これは本当にここの10年、20年ですね、非常にテクノロジーが上がってきて、えー、いろんなことができるようになってきたと。で、その技術をどんどん上げていこうっていうよりは、そのいまいちブレイクしきれない 3D プリンター、3D センシングからどんな事業ができるのか、どんな未来が作れるのかっていうところにまあ興味があります。あるいは、まあミリ波みたいなところで言うと、浅加製はですね、えー、浅加製エレクトロニクスがミリ波のですね、 テクノロジーを持ってると。例えば、複数人の呼吸を検知できたり、あるいはですね、複数人が部屋内で移動するのを検知できたりですね、あるいは布団を通して心拍を測定できたりっていう、まあ、こういう非常に独自のテクノロジーを持ってると。で、えー、っと、なので、アクセラレートプログラム的視点で言うと、この 検知できることっていうテクノロジーの部分っていうよりは、むしろですね、そこをどういう用途で、どういう理想心で、あるいはさらに言うと、これでなどんな未来ができるのか、どんな未来を作りたいのかっていうところを、まあ、どんどん広げていきたいなというふうにまあ考えてます。そして最後ですね、これは、なんていうか、募集領域のキーワードっていうよりも、むしろもっと抽象的な新しい価値観の軸っていう考え方ですね。 我々は、まあ、科学メーカーで材料メーカーですから、これまでのビジネスの形っていうのは、お客様があ示してくださった、そのあるスペックがあって、でそのスペックを、あと、満足することによって、えー、クリア、あの、ビジネスを作ってきたということになります。だから、何ていうんですかね、物理的なあ値っていうか、 まあそういう、えー、そういうものを軸にして、まあ次々に新しい事業を作ってきた。でもこれからの時代はですね、そういう物理的な要求スペックということではなくて、もっと測定が難しい、まあ感性とかですね、アートとか、まあこういう軸が必要になってくるんじゃないかっていうふうに思っております。 で、この感性とかアートの軸、いや、ガチのアートをやるっていう意味では全然なくてですね、従来は本当に無機質な要求スペックだけが、 要求されてきたような、そういう領域に、えー、感性とかアートとか新しい軸を入れ込むことによって、まあ大きな事業ができるんだろうと。あるいは、物を収めてお金を取るっていう貨幣経済型で、えー、ぐるぐる事業を回してきたんだけど、そうじゃなくてお金じゃなくて信頼を回すことによって、まあそれが事業にならないかとか。あるいは、エンターテインメント。 という軸で行くと、エンターテインメントっていうのは別にアサカがゲームを作りたいとかそういうことを言ってるわけじゃなくて、えー、従来ですね、従来、なんていうかもっと真面目な、あエンターテインメントが入る余地がなかったような、そういうビジネスの中に、えー、エンターテインメントっていう軸を加えることによって、全く新しい事業が作れるだろうとか。 あるいはアウトドアなんかもそうですね。アウトドアもアウトサイドイン、インサイドアウト。今まで外側でやってたものを内,内側でやったらどうか。あるいは非常に離れた田舎でやってるアウトドアを都心からどうやってつなげるかみたいなところですね。そういう今までなかったような結合を生み出すにはどうしたらいいか。 生み,生み出せたらどんな事業ができるかみたいなところも、えー、新しい価値の軸として、まあ、挙げてみました。はい。というわけで、 えっと、我々がですね、今考えているキーワードをとにかく次々投げてみましたであの。冒頭申し上げました通り、これは決してですね、この領域を募集してるっていう意味ではなくて、ここに限ってるものでは全然なくて、えー、あの今日のリバースピッチのテーマに挙げさせてもらった、求む、異端、独創、偏りというところを、えーっと、ちょっとでも引っかかる。 あの、きっかけになるように、キーワードを次々に投げてみたということです。ですから、あの、ちょっとでもですね、今日私が、あの、述べたことに引っかかるところがあったら、ぜひご応募いただきたいな、というふうに考えている次第です。はい、というわけで、えー、日課生のアクセラレーター、ライフコラボ、えー、皆様の応募をお待ちしておりますんで、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。また。 今回のアサヒカグループアクセラレーターでは、事前オンライン説明会を開催しており、本プログラムのランディングページ上に説明会の動画がございますので、そちらをご参考にいただければ幸いです。表示されている QR コードを読み込みますと、動画を視聴することができます。本プログラムの最終応募締め切りは、6月18日金曜日です。なお、5月21日金曜日に早期締め切りを設けております。 早期締め切りまでにご応募いただいた方には、応募内容についてフィードバックをさせていただく場合がございます。ぜひご活用ください。以上をもちまして、旭化成グループアクセラレーターライフコラボリバースピッチを終了いたします。本日は長時間ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。本プログラムへの皆様からのご応募を心よりお待ちしております。